疲れ様です。もしよければ前の方入っておりますのでぜひください。おこんにちは。ちょっと名前が来ないておりますので、これより第5回早稲田 ET チームアワーの表彰式および講演会を開催します。本日司会を務めます、私大学総合研究センター副所長の森田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに早稲田 ET チームアワードの概要を紹介させていただきます。スライドの方をお願いいたします。早稲田の ET チームアワードとはということで説明をいたします。この表彰制度は3つの目的からなっております。1つ目は LMS 学習管理システムですね、やネットワークを活用し教育効果向上を図る取り組みを ET チームと定義するわけですけれども、このグッドプラクティスを学内に広く知らしめ、そして共有するために行っております。2つ目の目的としましては、この教育効果を上げている ET チームの取り組みを表彰し、教員のモチベーションの向上、そしてより質の高い教育の提供に寄与していくということを2つ目の目的としております。で、3つ目はエントリーされた教員や ET チームの手法を早稲田の優れた教育事例として公開し、本学の教育内容の透明化を図る、そして社会からの理解と評価を求めるということが目的となっております。この目的に対しまして、本学の中で応募をいたしました。応募の対象者は、2016年度早稲田大学の授業を担当する全教員となっております。エントリー期間は2016年11月1日から11月30日となっておりました。次のスライドをお願いいたします。実施概要です。
審査の基準はここに示しました3つとなっております。この3つの基準を総合的に審査いたしまして、今回の受賞の受賞者を決定させていただきました。詳しくは読んでいただければ分かると思いますので、3つ読み上げますけれども、1つ目は学習効果の向上、これが明らかであるかどうか。2つ目が教場授業による課題の改善となっているかどうか。3つ目は新たな教育手法、学習スタイルの創出となっているかどうか。この3点となっております。特に3点目にありますようにチャレンジ精神を発揮した取り組みであったり、新しい教育手法や学習スタイルの創出になど e ラーニングの将来に貢献するものであると判断されているものを今回は選出しております。ではスライドをお願いいたします。今回エントリーされました先生方はこちらに示します11名となっております。もうよろしいですかね。では審査結果をここでお示ししたいと思います。今回早稲田 E ティーチングアワードの受賞をされた6事例はこちらに示します6件となっております。一人一人の先生にはこれからご講演をいただきますので、詳細につきましてはこちらをご覧になってください。以上で概要の説明の方を終了させていただきます。それではここから今回受賞された先生方お一人ずつですね、講演をしていただきます。最初はじめに法学学術院教授上野達弘先生により学生がより説得力のあるディベートを行えるように自動収録システムで録画した映像の活用を推奨と題しましてご講演をいただきます。上野先生どうぞよろしくお願いいたします。拍手でお願いいたします。ただいまご紹介いただきました法学学術院の上野と申します。この度はこのような賞をいただくことができて大変ありがとうございます。ただ私は他の先生方と異なりましてですね、十分 ICT を活用できているという自信がそれほどないわけでありまして、恥ずかしいんですけれども、このようなことをいただくことができまして、ぜひ一度お喜びしたいと思います。ご推薦いただきましたことなどをご支援いただきました皆様に御礼申し上げたいと思います。それではこちらにございますこの知的財産法ディベートゼミというのについてお話をしたいと思います。ただそもそもお前誰なんだというふうにですね思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。簡単に自己紹介させていただきます。私は早稲田大学4年前に参りまして、今年度5年目ということになっております。専門は知的財産法ということになっておりますけれども、基本的には著作権法を中心にしております。著作権といいますとですね、あまりいいイメージがないのかもしれませんけれども、最近ですとですねオリンピックのエンブレムなんかでも少し問題がありましたし、僕最近ですと、ヤマハの音楽教室なんかに著作権が及ぶかとかですね、あるいは大学関係ですと、京大の総長が敷地の中でボブディランを取りましたというような問題かどうか、こういったことがあるわけですけれども、そういう問題を研究しております。で、こういう内容で、ゼミを行っているわけですけれども、私の前任校、立教大学で2004年から始めておりますのが知的財産のディベートゼミということで、あります。つきましてはこのゼミの内容についてまずお話をした上で、そのゼミの中でどのように ICT を活用しているのかということを以下で、そして最後に少し課題についてお話したいと思います。で、法学部の授業というのにですね、馴染みがない方もいらっしゃるかもしれませんので、少し最初にそれを話したいと思います。で、法学部は基本的にですね、こちらのように、講義とゼミというので進行しております。実験とかございませんので、基本的にはもう講義とゼミです。法学部は大人数多いものですから、講義は時には1年です。500人ぐらいになります。500人以上から教えてたことがあります。教室が500人入れる教室だったかはちょっとわかりませんけれども、大変人数多いことです。従いましてゼミですね、20人前後でやることが多いわけですけれども、非常に重要になってまいります。ゼミはですね、多くの場合は
ここにあります研究報告方式ですね。基本的には個人あるいはグループが研究内容を報告するというタイプなんですけれども、法学部の中でも結構多いのがですね、こちらのディベートになります。ですからディベートというもの自体についてはですね、私自身もお世話になっているのはございますか。もともと法学部というのはですね、裁判などの紛争を扱うことが多いのですから、裁判形式で全部行うということはよくあります。模擬裁判というような形でですね、かなり実際の裁判に酷似したようなスタイルで授業するということも多く行われております。ただ実際の裁判ではですね、行かれた方はよく存じかもしれませんけれども、それほどこうアクティブなものではありませんので、ね、そんなに面白くない。でそこでもう少しこうディベートっぽくしてみようというのが、まあ、この試みであります。模擬裁判風ディベートと呼んでいるのはそこにあります。でまあ、どんな風にしているのかということなんですけれども、そんな大したことではないわけですけれども、まあ、例えばこんな感じでありまして、まあ、3人対3人のチームを作りまして、まあ、半年とか1年間同じチームで同じグループでも戦い続けるということでトーナメントなどをしております。まあ、それで原告と被告に分かれまして、まあ、実際の訴訟を題材としたディベートをしております。で原告であれば被告に対して何か請求をし、まあ、被告であれば出して反応するということになります。でこのように、まあ、ディベート形式で全部進めているわけですけれども、まあ、どんなものなのかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。で私やってるのは著作権の実際の訴訟であります。でこの画面にもですね、少し後ろにイラストが2枚映っているのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、まあ、例えばこんな事件でありまして、これ我々マンション独本事件というので実際の訴訟でありまして、まあ、実は大阪地裁でこの平成21年に判決も出たんですけども、左側が原告が描いたイラストで、右側が被告が描いたイラストであります。これが著作権の侵害に当たるのか、まあ、こういう問題ですね。これたくさんこういうケースがございます。似てる似てないという事件ばっかり研究しているとそんなの研究と言えるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、しかし我々にとりましてはですね、まあ、クリエイターの権利がどこまでも、そしてもっと自由をどこまで確保するかと、まあ、いうことを研究対象として議論することが多くなります。まあ、この事件でもですね、まあ、顔以外の部分の慣れ方すぎる方ですとかですね、あるいは足の開き方が似てるじゃないか、まあ、こういうこともあるんですけれども、まあ、髪型が似てると、いやしかし顎はくっついてたりくっついてなかったりするじゃないかとかですね、表情が少し違う、まあ、こういったことから、まあ、どうあるべきかということをまあ議論しています。実際の訴訟ではこれは侵害が否定されまして、これは著作権の侵害に当たらないという判断が出たわけですけれども、まあ、しかし学説上はいろいろな見解がありますし、まあ、一つの事件を取りましても簡単に答えが出るものではない、まあ、法律学一般にそうなんですけど、著作権の組み込みですから、まあ、そうしたテーマに沿って議論をしております。で、まあ、ディベートを行いますと、例えばこんなふうに相手を使ってしゃべることになりますけれども、ちょっと私の写真の撮り方があって、これはこういうふうにですね、ディベートを行います。ディベートを行う際にはですね、この論理的なものっていうのが大事なと考えているんですけれども、それと同時にプレゼンテーションをいかに効果的に行うかということを重視しておりまして、まあ、学生にもそのようなことを基準に再現してもらうということをしております。ディベーターはこのように3人対3人ということになるわけですけど、それ以外の参加者がジャッジをするということになります。まあ、例えばこんな感じで、まあ、1人ずつコメントをしてもらう、そして判断をしてもらいまして、まあ、このようなジャッジペーパーというのを書いてもらっています。だんだんジャッジペーパーについて絵を描くような人も増えてきましてですね、これは本来丸をするところだったんですけど、あのここはね、そのさっきの事件で、この人はあのポケモンサークルに入っているので、なぜかポケモンになっちゃってますけども、まあ、こういう感じでコメントをしていくということになります。で、ジャッジペーパーを元にですね、終わってから少しからも議論すると、あれが分かりにくかった、これが分かりやすかったというですね、そういうことが大事になります。まあ、こんなことをやっておるわけですけれども、まあ、一体何のメリットがあるのかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。私が一応考えているのは、まあ、これはディベートというのは全部のやり方の一つに過ぎないわけであるわけですけれども、まあ、しかしやはり学生同士が競争するというのはやっぱりモチベーションが上がる、学生同士による評価というのもやはりモチベーションが上がるだろうと考えています。まあ、それから、まあ、少しゲーム感覚を取り入れることによって今面白くやりがい出てくるんじゃないかと思います。ま
まあ、そもそもですね、このディベートっていうのは弁護士ごっこをするような、まあ、RPG みたいなものだというふうに私は考えています。でこうしたものを通じて、まあ、論理性が磨かれたり、あるいはまあプレゼンテーションが上手になったりすればですね、まあ、将来にも生きるのではないかと思っているわけです。で我々法学部やってるんですけれども、まあ、弁護士になったり裁判官になったりするとわずかです。そして私も著作権を教えてますけれども、この著作権を生涯仕事にするっていうのもですね、そんなに多くはありません。しかし、まあ、こうしたことを通じてそのプレゼンテーションですとか議論するとかプレゼンになる、あるいは、まあ、交渉するみたいなことが汎用的なスキルになるのではないかというふうに考えていると思います。でこれをですね、さらに活かすためにこの ICT の活用というのを、まあ、しているつもりであります。で特にですね、私は3号館の2階の教室を使わせていただきまして、まあ、非常にフレキシブルに教室を使えるということに加えまして、まあ、自動収録システムも活用させていただいております。で、まあ、録画というのはやはり録音以上にですね、残酷といえば残酷でありまして、私もこのゼミやりながらこの画面に映るわけですけれども、まあ、自分で見てどうしてこんな無駄な動きが多いんだろうと、自分もプレゼンには非常に関心は強いんですけれども、今このようにお話ししてもですね、なんか無駄な動きがこうあったりするというか、まあ、へこんだりするわけなんですけれども、やはり映像というのは録音以上に影響になるように思います。ですから学生もこれを見てですね、どうしてどういうプレゼンが効果的なのかということに生かしていただいたというわけであります。で、非常に早い対応していただいてましてですね、これ木曜日にいつも夜ディベートしてるんですけど、大体7時ぐらいに終わりまして、翌日のお昼ぐらいにはもうボックスのところにもアップしていただいています。非常に昨日のディベートをもう今日聞けるというようなことになっております。で録画はこれだけなんですけれども、過去の録音につきましては2008年から、まあ、全日校から、まあ、全日校でも今も全日やっておりますけれども、それも含めて9年分の録音が全てアップされておりますし、またジャッジペーパーについてはもう最初の年から全てアップされております。同じケースはだいたい2年に1回ぐらい回ってあるものですから、2年前のものを研究して4、6年前のものを研究して4という人がかなり私が思っているより多いようなんです。でどうして前の人たちはこの事件で原告が負けたのかということを研究して、自分たちのディベートに生かして、やっぱり相手がいると負けたくないのでやるのかなというふうに感じております。で、まあ、そんなものなんですけれども、じゃあどんなところにあと課題があるのかということについて最後にお話をしたいと思います。でせっかく自動収録していただいてですね、もう自分のディベート終わったらそれでもう次に向かうとしたんです。なかなか振り返ろうとしないということも少なからずあります。そこでできるだけですね、もう今学生 LINE ですから、ゼミの LINE 一応私も今入れていただきまして、私がいるとあまり都合が良くないところもあるかもしれませんけれども、一応私入ってますので、まあ、アップしていただいたという連絡がありましたら、まあ、そうすぐですねリンク付きでこう送るということをしますと、まあ、リンク付きになるとこうちょっと押してみようかなという感じですね、昨日の映像を見ようという人も増えるようになります。まあ、こうやってできるだけ見てもらうということに心がけております。あとはですね、やはりこういったプレゼンとかは就活などにもこう大きく生きてくるように思います。よく就活なんかでもですね、2分で喋ってみようと言われてなかなかうまく喋れないということがあるようになります。そういった時にですね、まあ、通常我々のディベートも8分、6分とかですね、区切ってやっておりますので、その時間の感覚ってだんだん身についてくるようだと思います。でジャッジをする人たちも必ず2分で喋るというふうにしておりますので、まあ、その2分というのが自分が身についてくる、そういったものを就活などに生かして、まあ、あるいは仕事についてからも生かしていただけているのではないかというふうに思いますね。あとはまあ楽しむものというふうに書いておりますけれども、やはり楽しむと、できるだけ楽しいような設計をするということによってよりモチベーションが高まるようになります。まあ、その意味ではですね、こうした ICT のインフラを提供していただいている大学の皆さんに、その楽しみの一環を与えていただいているのは大変感謝をしております。またせっかくの機会ですので、今後またこの後ですね、いろいろご意見いただきましたら、私もおりましても大変幸いであります。この度は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ここから質疑を
応答に入りたいと思います。上野先生にご質問ご意見等ありましたらですね、挙手をお願いしたいと思います。なければちょっと私からちょっと言ってもらっていいですか。非常に共有深い大統領、ありがとうございました。8ペーパーのところで学生さんが判断をされるということなんですけど、先生から見ていやそれ違うだろうとかっていうことはないんでしょうか。その後にお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。こういう8ペーパー書いて、はい、原告被告とかですね、まあドロー裁判にドローはないんですけど、まあやっていただくんですけど、これ基本的にはですね、どっちの方が勝訴すべきか、こういう裁判官みたいな判断をするわけではなくて、実際には訴訟を勝ったり負けたりするんですから、原告に有利な事件もあったり被告に有利な事件もあったりするわけですけれども、あくまでこのディベートのジャッジはこのディベートの構成というものを対象にしてもらうという考え方として、まあ、ですので、どういう実際の訴訟ではこれ原告が勝つべきだけれども、今日は被告の方が上手にディベートをしたということであれば被告に入れていただくというふうに考えています。ただ私の目から見ても先生がおっしゃられましたですね、いやこういう判断でいいのかなというふうに思うことは確かにありますし、で学生の中にもですね、あのジャッジは不満があるというふうなことがあるわけですけれども、まあ、そういう意味で最近ではですね、このジャッジをジャッジする、ジャッジオブジャッジというですね、まあ、あのジャッジは正しかったのか妥当だったのかどうか、まあ、そういったことをですね、まあ、議論するということも、まあ、このゼミの中で、まあ、あるいは終わって飲み会とか、まあ、いうこともよくやっておりました、まあ、そういったことももっと進みとですね、こうした議論が当然できるようになってくればかなというふうには思っております。ありがとうございました。非常に楽しいゼミだと。ありがとうございます。じゃあ質問を先生お願いします。先生に対応していただいたら、大変ありがとうございます。このディベートセミっていうのはいい言葉ですね。先生が楽で通常ですと質問がないとこっちが困ったりですね、あるいは議論にならないとこっちが言わなきゃいけなかったりするんですけれども、まあ設定だけしとけばあとは勝手に一生懸命しないと負けたくなるんですから、ね、そういう意味では司会だけしてればいい。まあ、それで全員がコメント終わったら終了する、まあ、こういうことになるわけなので、まあ、できるだけこう介入しない方がいいのかなとも思うわけなんですけれども、まあ、確かにあんまりこうずれていってしまったらですね、まあ、それを放置しているというのもいかがなものかということがありますので、まあ、最近は最後に私もコメントするようにしておりまして、まあ、こういうところが良かったというところを指摘するようにしておりますけれども、まあ、確かにどれぐらいこう介入するかというのは一つの課題になっているということは思います。ご指摘ありがとうございました。では時間になりましたので、引き続き審議を終了したいと思います。ありがとうございました。続きまして、教育副総合科学の学術院教授、神尾達之先生より、欠席した学生のフォローからプレゼンテーション能力の向上に自動収録システムの活用でゼミの利便性と可能性を広げると題しましてご講演いただきます。今準備をしておりますのでしばしお待ちください。私と福田先生、同じ教育学部の、複合文化学科というところに属しております2人でいただきましたので、2人の写真を撮ってください。
プレゼンは私がします。じゃあ、コンテンツ15分間だけなんですけど、私多分10分以内に終わると思います。特に今上野先生がとっても詳しくおっしゃってくださったので本当にありがとうございました。だいぶ重なってるところがあるので端折ろうかなと思います。で、内容としては一つだけ最も重要なことを先に言います。私と福田先生がやっている授業ではプレゼンがかなり重視されているんですが、プレゼンよりもコンテンツの方が重要であるというのは私たちがいつも考えていることです。プレゼンよりもコンテンツの方が重要である。しかしそれにもかかわらず今日のお話はプレゼンのお話をしようというふうに考えています。それはなぜかというと、例えばラブレターで最も有名なのは芥川龍之介のラブレターだったと思うんですが、芥川の龍之介のラブレターはもう手書きだから良かったのであって、コンピューターや、スマホじゃダメだったの。あまり特徴のある筆跡で書かれたから良かったんだろう、あの紙だったから良かったんだろう。つまりコンテンツが同一であってもプレゼン、の場合は筆跡だとか紙といったものが、コンテンツの効果を倍増しているということが、ありがとうございます、倍増しているはずです。ですから、たかが、プレゼン、されどプレゼン、たかがデザイン、されどデザインというのが私たちの考え方です。コンテンツが一番重要だけれども、しかしデザインやプレゼンテーションがおろそかになっていると、コンテンツの良さが消えてしまう。だからコンテンツの良さをもっともっとアップするためにプレゼンをしっかりとやろうということです。でゼミの形態、本来はこの2と3のところが、受賞の対象なんですけれども、一応ゼミの形態について手短に話させてください。ゼミの形態、ここに書かれていますように、4限と5限を一緒にやっています。続けです。これは大体他のゼミでもこういう形を取っていると思います。でから3年生と4年生一緒、これも大したことないです、特徴じゃないです。紙をプラス福田と書いているのは、私と福田先生が常に臨席している、一緒に臨席している。そして時々一番最後に公表というのがあるんですが、そこで福田先生と私の意見が食い違って喧嘩になるのを学生が楽しみにしている。全然違う見解を述べる。でディベートではないので、どちらが勝ったかというのはなかなか出さないようにする。これが大人のたしなみというか教員同士ですので、そういうふうにしているんですが、でゼミの内容は、プレゼン30分間させます。それからグループディスカッション10分間、5人ぐらいですかね。でグループをその都度決めて、その都度違うグループを決めて、事前に決めておいてグループディスカッションし、それから全体ディスカッション、グループディスカッションから立ち上がってきた質問や意見を全体ディスカッションで受ける、あるいは、自然発生的に出てきた意見を受けるというのもあります。で一番最後に5分ずつぐらい2人の教師による公表をするということです。上野先生が最後におっしゃられていたように、教師がなるべく出てこないようにするってことがとっても重要であると、私たちもそうに考えています。私たちの、合同ゼミのホームページには、こういうモットーが書いてあります。ゼミの主役は学生です、教師は黙りましょう。これ教師が楽したいっていうのもあるけれども、教師が全部教えちゃうのではなく、100教えちゃうのではなく、100講義で教えて30持って帰るよりも、ゼミで学生たちが自発的に40まで到達して40持って帰る方がお土産としては多い。100教えて30、70寝てるので、で100教えて30持って帰るより、学生たちが自力で40到達して38でも40でも持って帰る方が結果的に効果があるというので、私たちはなるべく話さないようにしている。コーディネーターというのも発表者とは別にいます。これも一応配分していて、印刷を手伝ったり、リハーサルを手伝ったり、事前相談、私たちのところに事前相談に来るのに付き合ったりする、これは裏方仕事が重要だぞってことを体感してもらうため、人を輝かせる仕事をちゃんとやりなさい。そうすることによって自分も後からきっちり輝くことができる、つまり信頼感が相互にできる。掲示板っていうのがあります。これはこうやればいいのかな、どこでブラウザーでお願い、ブラウザーで掲示板というのがありまして、ここです、
はい、そうです、一番こっちです。で、これは外部に作っています。で、ここのところに掲示板、最新のやつは教員の発表紙を、このゼミ、福田先生がまず発表して、私が発表して、それから模範演技ではないんですけど、学生たちも 1,2 ヶ月は自分たちの発表で時間が必要なので、最初は私たちが、発表し、それに対して学生たちがこういうふうに批判やコメントを書いていく、これも点数化されています。で、教員のものにすらこうに書いてあるわけです。批判がきつく書いてあるんですけれども、学生たち同士の場合もきっちりきつく、しっかり厳しいことが書かれています。で、これなん、ある人から、相談を受けたんですけど、質問を受けたんですけど、なぜこれをコースナビでやらないのか、ディスカッションっていうのがありますよね。あれただクローズドなんですよね。その、履修してる学生しか見ることができない。これは次年度私たちのゼミを取るか取らないかを判断してもらうために、あ、こんなことやってるんだ、このゼミはとってもハードだな、嫌だな、僕たちのゼミは後からも申し上げますが、とっても厳しいので、厳しいという課題が多いので、修道院ゼミという素晴らしいあだ名がついてるんですが、修道僧になって出るのかどうか分かりませんが、まあ、それぐらい嫌なんですけども、こういう掲示板を作っています。で、掲示板に書くことが義務付けられ、点数化されています。それから春学期のゼミ、秋学期のゼミ、卒論、それらはここに3冊ありますが、全部毎年冊子にしています。で、この冊子は、すごく、これは福田先生及び福田先生の奥様の金井製紙工業によって成り立っているといってもいいんですけども、なぜか全て投資です。ページが全て、それからフォントも同じ、行数も全部同じです。画一的な一冊の本です。これかなり大変です。実は画像を動かしたりすると全部バラバラバラって崩れていくので、夫婦喧嘩が絶えないということは言わないでおきますけれども、とにかく金井製紙工業で大変なことになっているということです。それで、いいですか、また戻ってもいいですか。それで、これらのゼミ論というのはただ冊子としてお土産として渡すだけではなく、これを毎学期読んで学生たちが次の年批評します。批評会が一つ、それからコースナビで批評を書く、それも点数化しています。 ですからこれはただ記念品ですよではないということです。で、卒論に関しては学生の投票により、合同ゼミ最優秀卒業研究リーダーズチョイス金賞銀賞銅賞というのを次の年、選出して、アップロードしています。ホームページにアップロードしています。ここまでは全くこの自動収録システムに関係がないことを言ってしまいました。申し訳ありません。私たち本当はこの E がないティーチングアワードの方が私たちには値すると常々福田先生と思ってます。いいわ、それほどは大したことないです。実際今から言いますけれども、ところが私たち教育学部ではいい、いいがつかないティーチングアワードに参加されていない、いろいろなさまざまなご意見があるということで、それで、まあ、このいいティーチングアワードをもらった時についてだから説明しちゃえというので、言わんじゃえというのでやってました。ではいきます。自動収録システムの活用法、自動収録システム、本当はこれ今見てもらってもいいんですが、またこれごちゃごちゃって動かすと面倒くさいので、今後でもし時間あったらやります。何のためか、まず欠席した学生のフォローです。学生はプレゼンを見て感想や意見をさっきのウェブ上の掲示板に書き込みます。で、それは先ほど申しましたように点数化されています。ですからゼミを欠席した学生はプレゼンを見ていないために掲示板への書き込みも当然できません。特に4年生は就職活動で前期、去年から前期では休まざるを得ないことが少なくありません。欠席した学生は自動収録システムを見て、プレゼン30分、それからその後のディスカッションを見て先ほどの掲示板に書き込むと点数はもらえる。少しマイナス1点か2点ぐらい、現場の出席が足りないからちょっと低いんですけれども、とにかく掲示板に書き込めば OK である。
2つ目、プレゼンを行った本人の振り返り。発表者は、これ先ほどの上野先生のと発表にも言及されていたんですけれども、発表者は自分の発表内容や発話状況、身振り手振りなどを確認することができます。次回の発表に向けてどこが悪かったのか、何を直すべきなのかってことを反省することができます。これが2点目です。3点目、これが結構オリジナルかなと思うんですけれども、前年度のベストプレゼンによる学習です。で、先ほど申しましたように、前年度の卒業論文はこのように冊子にして、学生たちが、次年度の学生たちが読んで、コンテンツに注目して、まあ、表現もあると思いますが、おおむねコンテンツに注目して、ベスト卒論というのを選んでいるわけです。金銀銅と。でそれ以外に、昨年度からこの自動収録システムを使わせていただくようになったので、昨年度のベストプレゼンはどれかっていうのを決めるようになった。ただしこれちょっとハードなんですよ。考えるとハードなんです。全部のプレゼンを10ぐらいあります。全部見て決めるっていうのはとんでもなくハードです、学生にとっては。ですからどうするかというと、前年度の、プレゼンは現場で見ている3年生と4年生がこの自動収録システムを見ながらでもいいから、後から振り返って見てもいいし、現場の記憶を頼りにでもいいので、前年度のベストプレゼンを前年度の3年生と4年生が投票で決めます。で、決まりました。そうすると次年度、今年度、新しい3年生と4年生が、まあ、4年生は前年度見てるわけですが、3年生と4年生がベストプレゼンを、が決まった、そのベストプレゼンを見て、それだけでいいんです。それだけ見て、ベストプレゼンだけを見て、コースナビの掲示板にどこが良かったか、何を学べたか、改善点があったら何が改善点かっていうのを書き込んでもらう。つまりベストなプレゼンを全員が見る、新しい3、4年生が見る、それだけだったら大した時間じゃないですから。そしても、自分なりの感想を、コースナビに書き込む。それも点数化されてる、コースナビに書き込む。で、明日ちょうどそのコースナビに書き込んだ後、もう一度みんなで現場でどこが良かったのかっていうのをディスカッションさせるっていうのが明日の授業です。つまり前年度のベストプレゼンを、設定したことによって、プレゼンのレベルが徐々に徐々に上がっていくはずだ。毎年上がっていくはずだ。前年度よりも必ず良くなるはずだ。卒業論文もそのようにして、前年度よりも右肩上がりに上がっていると私たち確信しています。で、以上がこの自動収録システムを、活用した、私たちの活動内容なんですけど、最後に自動収録システムのメリット、まあ、早稲田大学の多くの先生方が自動収録システムを使ってくださるようにメリットを言いますと、今言ったことの繰り返しですが、欠席者が発表のコンテンツを知ることができる、コンテンツを知ることができる。それからもう一つは、プレゼンのスキルを本人も磨くことができるし、それから次年度の学生たちもプレゼンのスキルを磨いていくことができるということです。で、以上で、私たちの発表を終わります。どうもありがとうございました。先生ありがとうございました。では上野先生のご発表につきまして、ご質疑ご討論をお願いしたいと思います。質疑応答あります方は挙手をお願いいたします。あ、そうです。今私がここに書いたことは、はい、全部ハンドアウト後からお渡しすることにしました。これ私たちのシステムで、先にハンドアウト渡していると多分読むだろう、多分そっちに目が行ってしまうだろうということで、とにかく後に渡した方が絶対いいだろうというのが私たちの、まあ、朝知恵というか知恵なので、後でお渡しいたしました。今言ったことほとんどすべてここに入っています。以上、先生の非常に、なんていうんですか、深い取り組みというか、コンテンツを重視したものではあるんですけれども、かなり卒業後にですね、までの間に学生が多く勉強しなければいけないと、非常によく分かりました。まさに修復放送ということが出てきましたけれども、そのイメージがきてると思います。はい、ではいかがでしょうか。はい、内容
であれば、どうも時間となったようですので、これにて質疑の時間を終了したいと思います。改めてありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして、小学学術院教授、豊泉博史先生の iPad のノートアプリの活用で学生をノートテイクから解放すると題しまして、ご講演をいただきます。では、豊泉先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。この度は、ET チンアオードリフルデータで教えてもらってありがとうございます。小学学術院の会計研究科の取り組みを申します。私、応用する学科という工学部の方に、教えていまして、両方の調査を書かせていただいているのは、どちらかというと、会計研究科全部の教えているんですが、今回はどちらかというと、役に立っているのは応用する学科の方の授業の方で、そちらの方で。で前の北方の発表でだいぶ立派な全部言われていないという感触だったんですけども、私は普通の講義で、講義の中で、IT 機器を使うということを、ちょっと実践しているので、その時についてちょっと報告。これ私の、授業は基本的に iPad の上で、全て展開しているんですけども、普通にこう書かれているもののところにちょっとお見苦しい手書きのところが入っていて、デジタルっぽくないんですけども、iPad の上に直接これを書き込んでいくということをしています。で、学生はこれを見ているんですけども、でこれを見ているのと同時に普通だと学生がノートを、私が書いてある、ホワイトボードに書いて黒板に書いてあるものを読んでするんだと思うんですけども、それやってると、やっぱり数学、私教えてるのが、応用確率論っていう、応用っぽい数学なんですけども、その時にやっぱり数学は書かないとわからないっていうのもあるんですけども、書くのに一生懸命になってしまって、何も伝わらないっていうところがあるので、それをやめさせたいなと思いまして、で、やっているのはですね、授業そのまま全部記録に取ってしまうということをしてまして、これその時の動画そのままです。これ、見えなくなっちゃいましたけど、iPad の上で操作してるやつをそのまま全部フルに1時間半分録画を撮ってます。そのうちなんかこうやって書いてるやつを全部録画していきます。でこれ音声今出てないんですけども、音声も授業のこれ書いてるところも iPad の上で書いてるんですけど、音声も全部収録しておいて、でそれを学生はだから取らなくても後から見直すこともできるし、で私が書いているこの iPad 上の書き込み自体も、PDF ファイルとしてインターネットの上に置いておきます。PDF ファイルとして提供しているので、私と同じことを書くんであればそれはすべてデジタルでデータとしてあるよというような状態にしています。実際ボックスの上に M4 って書いてあるファイルが、動画のファイルで、 PDF って書いてあるのが私のノートがそのまま、されているんです。で、最初やり始めてた頃は動画の1時間半分の動画なんて学生見ないんじゃないかなと思っていたんですけども、その辺にどれぐらい見てくれたかっていうのをいっぱい書いてあって、ここら辺は120ですかね、ノートの方140見てくれているので、そこそこ見ているんですね。だから学生最近は、おそらく YouTube とかそういうのもたくさん見慣れているので、動画見るのもあまり抵抗なく、おそらく多分私の授業を1時間半もずっと聞いてるの辛いと思うので、早送りとか飛ばしたりしながらうまく使っているんだと思いますけど、見てくれています。で、それはそれで、
おそらく他にもiPad とか、そちらに佐々木先生がいらっしゃいますが、同じように iPad を使ったり、録画したり、先ほども、自動収録装置とか、使って、録画したりとかされている先生がいらっしゃるので、あまり目新しくないですし、実は先日、ファカルティカフェの中で、もっと細かいところを全部お話ししたので、そこ出席している方もいたので、ちょっとかぶってるなと思って、ちょっと違った話をさせていただけたらなと思いまして、ちょっと用意させていただきました。これはだから、申し訳ありません、いいティーチングアワードとは全く無関係なんですけども、ちょっと私が授業の取り組みのことを話させてください。で、私ですね、つい2月の終わりから3月にかけて、大総研と国際プログラムでワシントン大学でのファカルティディベロップメントというのに参加してきました。非常に有意義な活動だったんですけども、その中で、プレゼン作れというふうに言われて、プレゼン作ったのがあってですね、それちょっと、ご紹介したいなというふうに思います。自分がだからどんな講義をしているかというのをワシントン大学の人たちにちょっと伝えて、でその中でどういうふうに改善していくかというのを考えていくみたいなこうプログラムをやらせていただきました。で、申し訳ないんですけど、英語で書いているのはワシントン大学でのプレゼン用に作っているので申し訳ないです。で、作ったのがですね、応用数理学科の方でやっている講義の内容をちょっと書いてます。クラスのサイズが70人ぐらいで、やっているのがビジネスの問題と確率論というのを結びつけて、こう確率論の基礎的なことを教えるというクラスです。で、チャレンジって書いてあるんですけども、確率論数学なので、いろんな定理とかそういうのをこう積み重ねていくと、容易にこう学生たちは飽きてしまって、嫌になってしまって、やめて、あんまり聞いてくれないとかいうようなことがあります。また確率論、確率は結構身近なんですけども、なかなか伝わりづらい、どういう概念なのか伝わりづらいっていうのがありまして、で、実験使おうというようなことをちょっと取り組みをしています。数学で実験ってあんまり聞き慣れないとは思うんですけども、数学でも実験をする、授業の中で実験をするということができます。で、いい点は実験、何かのグループを作ってやったりとかするので、学び合いができるとかですね、びっくりするような結果を見せてあげて、それで驚いてくれると、なんか興味持ってくれる。で、2つばかりやって、本当はもうちょっとやってるんですけども、これは紹介したのは2つぐらいで、1つはですね、需要を考えながら注文をどれぐらい商品を棚に並べたらいいかみたいなのをこう実験させるというようなやつで、なんかある分布に従った形でこう需要が、どれぐらい売れる、おにぎりとかでいいんですけども、おにぎりがどれぐらい売れるかみたいなのを実際に私が今日はこれぐらい売れましたとかいうのを学生に提示して、でその前に学生は一体いくつおにぎりを棚に並べておくのかっていうのを決めておく。でそれで利益とか損失とか計算して、でじゃあ一体どれぐらいにするのがいいのか、こういうのをやると、確率分布とか、利益の期待値とかそういう概念もスーッと入っていて、かつ最適化、数学的には最適化問題って言うんですけども、最適化問題を解くというようなことで、答えを出してくるというようなのが実験を通して分かる。でもう一つはですね、模擬的な仮想的な株式市場を作って、その上で学生の間で株の取引をしてもらう。簡単な株式市場で、今1000円で売られているものが2000円になったり500円になったりしますよみたいなので、学生にはそれを理解して儲かるようにやってみようと
ようなことを言うんですけども、まあ、株式だけだと面白くないので、まあ、金融派生商品、まあ、コールオプションみたいなやつをそこに一緒に流してあげて、なんかうまく取引すると、実はこれはあの最適解って言うんですけども、必ず儲かるスピード存在するみたいなので、そういうことがあるんだよっていうようなことを、まあ、学生に教えていくというようなことを、やっています。まあ、ちょっとそのファカリティデベロップメントの、宣伝になってしまいますが、まあ、そういったような、自分の授業がどういうふうにやっています、それに対して、それをどう改善していけばいいかみたいなのを学べるのかな、まあ、もしご興味あれば、ファカリティデベロップメントファカリティデベロップメントそういうところに、出ていっていただけると。つきまして、質疑を行いたいと思います。ご質問、ご意見、コメントとありましたかお願いします。いや、お願いします。質問なんですけれども、僕が触れているのは何かやってるのか、iPad を直接映すのがなんか Apple が嫌なみたいで、実際には iPad だけじゃなくて、横にPC に Mac を置いておいて、 Mac の上でクイックタイムっていうはい、それを使うと、もうその iPad の画面は全部動画に収録する。あと、アップロードされているボックスですよね。あそこは学生が見て、履歴を見てといいますか、それともアグリゲートで収集するか。これは、誰が見たかっていうのは実は分からなくて、数だけはここにこうやって出てるんですけども、誰が見たかまでは。これをコースなどではなくボックスにアップロードする理由はありますか。これですね、とてつもない容量があってて、1時間半分そのままなので400メガとかいう大きさのあれなんです。でそれに一個一個多分アップロードできないの でボックスだと自動的に自分のところにあるのでそのままフォームに上げて、それかつ無制限 の容量を見てるので、いくらでもできるっていうのがこのボックスを使っているので、おそらくリンクを貼ればコースナビから見るので、コースナビの場合と履歴が各学生途中で見てるかどうか見れるはずなので、なるほど、はい、次はちょっとそれを見たいですね。はい、非常に石谷とのご意見ありがとうございました。あと他にまだどうぞよろしくお願いします。ちょっと明確な話ですけど、このボックスの内容に受講生以外も入れますか。ですね、なんかいろいろパターンがあって、学内限定とか、なんか自分しか見れないのでいろいろあるみたいなんですけど、これは実は学外全部見れるようにしちゃってます。実はね、ちょっと上野先生もいらっしゃったから、あとでまた個人会議でもしたいんですけど、私なんかもE-learningの教材なんか作ってどこまで公開するかっていうのはすごく著作権の問題だとか、なんか本を紹介したときにこれどうなのかなとか、いろんなことがあってちょっと怖くてね、それで大丈夫なのかなっていうのがちょっと率直に気になったんですけど、目がちょっとエイボンって言っちゃってます。あとあれですね、ご自身でそんな鉄の自分のやつに書いてくれたら、自分のやつに書いてくれたら、あと特に問題はないものだと理解してます。そうですね、そうですね、はい、はい、他にまだありますでしょうか。はい、コースナビの履修者が20人いたとしたら、その20人を自動的にボックスの、アクセスできる、履修者というふうに設定することって簡単なんですか。それは技術的なものを選ばなきゃいけないんですか、一人ずつ、それとも自動的にできるところにできるんでしょうか。そのあたりはそしたらボックスをもっと使える。まあ、そうですね、確かにおっしゃっていますし、先ほどから履歴を取るというのは非常にこれから重要になってきますので、ちょっと見ていただきたいと思いますけども、あとで、はい、そうですね、こちらに書きました、また後ほど、こちらの調べまして、ご連絡させていただければと思います。
他にありますでしょうか。で私はコメントなんですが、ぜひあの株式のですね、必ず儲かる方法私も聞きたいので、ぜひゼミにですね、お邪魔させていただきたいと思います。さっき言いましたけど、動画公開してるんですよ。あ、そうですね。みんな、一応金融の時は、はい、そういう機会が一切失われちゃうので、はい、それで値段が決まりますっていう、儲からない。儲からないですね。儲からないです。そうです。ありがとうございました。では内容です。これで終わりにしたいと思います。土曜日先生ありがとうございました。拍手。続きまして、日本語教育研究センター准教授、毛利畳先生にウェブ講義プラスデジタルペンを使って自分のノートテイキングを振り返り講義理解能力向上を図ると題しましてご講演いただきます。では毛利先生よろしくお願いいたします。拍手でお願いします。この度は昨年度に引き続き「ティーチングアワード」を受賞することができまして大変あの光栄に思っております。ありがとうございます。昨年度はあのスカイプを用いてブラジルとあの講師の遠隔接触をあのするような様子をあのこの「ティーチングアワード」の場所でもやらせていただきまして、まあ、あの大総研の皆さんも非常にあのドギマギさせてしまったと思うんですけども、今回そういうことはございませんで、まあ留学生に対する、まあ、ノートテイキングの能力を向上させるような授業を、日本語教育研究センターで行っておりますのでそちらの方を、ちょっと紹介させていただきたいと思っております。先ほどあの学生をノートテイキングから解放するということだったのであの真逆のことになってしまうんですけどもちょっとあの、まあ試みと、まあ、研究についてちょっとあのご紹介させていただきたいと思います。現在国際化拠点整備授業ということで、まあ、英語プログラムが留学生に対して、まあ、いろんな大学で行われていると思うんですけれども、まあ、実際のところですねあの英語プログラムを受講できる留学生というのは限られております。まあ、実際のところ高度な日本語能力の習得というのが求められてきまして、まあ、そのためには講義理解というのが必須になっているが、まあ、そういった留学生に対するコンテンツは、まあ、ブレンディックラーニングや反転授業というものまたあのグループや、まあ、特に教育のコマンド型講義などが行われておりますけれども、まあ、実際のところ、まあ、受講者がどのように思っているかというような意識ですね問題分析というものはあまりあの行われていないような気がいたします。でこの講義理解に関しましては私はのアカデミックリスニングの研究ということで15年ほど行っておりまして博士論文もそちらはの研究テーマとしておりました。この、 あの顔は見えないですけれども、まあ、実は私は元指導教官なんですけどあのアイカメラを用いまして、まあ視線の軌跡というものを、このように、記録しましてそれを、30分の1秒ごとに、まあ、6分間の講義なんですけどもプロットしましてそちらの行動分析を行いました。プラス、インタビューを行って、まあ、意識についても調査いたしました。で、まあ、その結果なんですが簡単に言いますと一番左が、日本人の大学院生真ん中が、大学院の留学生そして右側が上級の日本語学習者です、まあ、予備教育もこれは戻り読みの回数なんですが、まあ文字を読むときこのようにあの何度も戻り読みを行っているのがやはり日本語学習者であった、まあ、ただし、まあ大学の留学生に関してもそれほどあの目を離しているわけではなくてやはり戻り読みを繰り返していたということが分かりました。つまりは文字情報を非常に重視していました。そして、まあ専門知識のある日本人の大学院生に関しましてあの言語処理の方は問題がありませんのでやはりまあ先生の視線とか指先とかに注視していることが分かっています。で、まあ、あの日本語学習者はやはりあの言語処理をコンテンツの方が注
研修を行っていて、まあ、専門知識や日本語能力のある受講者に関しましては非言語も含めて、まあ、社会文化的なことに非常に注視しているということが分かっています。例えば先ほどの写真にありましたようにピンクのネクタイをしていたんですけども、それに関していろんなコメントがあったりですね、先生たるもの黒シャツにピンクのネクタイでいいのだろうかとか、そういうようなちょっと社会文化的なところについてもコメントがあったりしました。このようなアカデミックインタラクションスキーマと言われるものが講義理解に必要じゃないかということで、ちょっと出版とかもしたんですけども、そういった研究の成果を授業に生かしていこうということで、2年前に早稲田大学の際に、このような講義を聞き取る能力、ただ聴解の能力を身につけさせるだけじゃなくて、文化的なものとか社会言語的なものも、能力として身につけられるような、そのアカデミックリテラシーとして、習得できるようにというような授業を作るように試みました。特徴の一つとしてはピアリスニングを取り入れたことにあります。このようなアカデミックリテラシーを習得をすることが目的なんですけども、ノートテイキングの方法についてもじっくり勉強できるようになっています。欧米の方ではノートテイキングに特化した授業というのがあるんですけども、日本ではあまり聞いたことがありませんので、ちょっと試みとしてやってみました。そして授業ではメタ言語ですね。先生が今から私が言いますのはとか何々とはっていうふうに言語を言語で説明するような言葉、キーワードとかキーフレーズをキャッチできるような言葉とか、あとジェスチャーとか表情、イントネーションとか音量とかを持って、理解につなげていけるようなということで、そういうレクチャーをします。そして次に、講義を実際に聞き取る練習をします。これは早稲田の豆腐チャンネルなんですけども、ここに豊富に講義がありますので、実際の講義を聞くことで自分がどのぐらい理解できるかというところを試してもらいます。CTLT 教室でやっておりますけども、お互い の理解の度合いを測るといいましょうか、ノートを持ち寄って、他の人と照らし合わせながら整理していきます。他者の理解を知ることによって、自分はここまでしかできてなかったということで、学習動機の向上とか、一緒に協力して問題分析を行うとか、相手の意見を尊重しながら自分の意見も述べるというようなインタラクション能力の向上というもの の目的としてそして最後にグループでの発表を行います。インプットだけ理解するだけだと、ある程度できるんですけども、今度はその整理してアウトプットする、発表するっていう、能力っていうものがやはり、大学や大学に必要になってくると思いますので、ここまでを一つの、プロセスとして言語習得を行ってもらうというような授業があります。で、インティチングアワードですのでもう一つやっていくことを紹介したいと思います。電子でノートテイキングの授業として、そういった授業を3つの段階がありまして、1つ目はネットデジタル券を使って公共視聴者を行ってノートテイキングもします。でそして振り返りと自己評価、そして教師からのフィードバックという、3段階に分かれた授業を行っているんですけども、これがシラバスにある、スケジュールなのですが、最初にそのような3段階の授業を1回やって、で次に夏季の最後にもう1回行います。そうすることで、能力の向上を実感してもらうということですね。具体的に、プロセスを言いますと、デジタルとかスマートフォンを使って、ノートを取ってもらって、それを、ノートのその軌跡ですね、どういうふうに取ったかっていうようなプロセスと、あと音声データを一緒に取り込みます。それを PDF 化します。だいたい20秒ぐらいでできますので、それほど大変ではないですけども、それを各自のコースナビ上にアップします。で、授業中にですね、それを再生して自分の行動の記録について、思い出してもらう、そして意識も思い出してもらうという、ことをやっています。で、これがそのデジタル先ほどの先生と似てるんですけど、ちょっと動画があります。
改善を教えるときには、この解という言葉の意味、それから善という言葉の意味、こんなことからお話しとしてもらいます。ただ、私が今回お話しするのは、改善といっても大きな改善、中規模の。改善を教えるときには、この解という言葉の意味、それから善という言葉の意味、こんなことからお話としてもらいます。だいぶ前にこのただ、私が今回お話しているのは、改善といっても大きな改善、中規模の改善、あるいは個人ベースで行う小さな改善、グレードがみんな違う場合なんです。で、今回お話ししているのは、この一番小さな改善、個人ベースの原文ままなんですけども、そんなに素晴らしい工具、本当に世界で存在するかという驚く気持ちを持ちながら、今回というのを聞いたところです。とにかく工具、素晴らしい工具だと、難しい外国語に手軽にメモできるというふうに、まあ、ちょっとオーバーだということは違うんですけど、その原文ままなのは私が作ったものではないんですけど、まあ、これぐらいテンションが上がってやってたというところで、まあ、使ってよかったかなと。まあ、1回目と2回目のノートの比較に置きまして、まあ、1回目は自分で客観的に見てバラバラになっていたんですけど、トピックの方がですね。でもまあ2回目はちゃんとトピックが決まって、記号とかを使うようになっていたとか、まあ、キーワードで大事な文に関しても一応書いてはいいんだけども、まあ伝わらないというか、どういう意味かわからないというのが、まあ、2回目の方は伝わるようになって、キーワードの方が効果的に使えたというふうな、まあ、時もあります。でまあ、実際にそれが、まあ、ノートで、まあ、分かるんですけども、このように、1回目は文章で書くようになってて、まあ、なかなか最後まで書けてないんですけども、2回目になりますと、トピック、大きなトピックから小さなトピックを書いていて、まあ、その関連性などについても書けるようになっているとは思います。でまあ、これに関して、この人が書いてるんですけども、最初はまあ先生の話を聞いて、全部理解できてなくてもとりあえず書き留めていたのが、まあ、2回目は重要だと思ってことが分かったら書き留めたのレベルに至った達成感が与えられました。まあ、これも原文ままなんですけども、まあ、なんか自分ができるようになったということを考えていただいたら、まあ、よかったなと思います。まあ、こういった教育実践を行っている一方で、最近行っている私の研究としては、まあ、早稲田と関西の大学2校と連携して、まあ、この電子ペンによるノート提起によって、まあ、どのような見方が行われるかっていうところを、実験していきます。で、まあ、ノート、出来上がったノートを見せても、思い出せないんですよね。どういう問題があったかっていう、分かりません、忘れましたって言うんですけども、先ほどのようなプロセスでもって再生すると、先生がこういうことを言ったから、書きましたとか、そういったことが具体的詳細に出てきます。これが、まあ、理解の過程なんですけども、左側が留学生で、右側が日本人学生なんですが、まあ、大きく違いが現れていると思うんですけれども、まあ、日本人学生の方みたいに
とか、あと計画的にノートとか、先生が、まあ、1、2、3というか、番号を振って今後に備えたというようなことを言っていました。まあ、あと批判をしてたりですね、こういうふうにとか、いろんなあの意識が想起されていたんですけども、一方で問題が生じていたプロセスにおいては、このように、やはりあの左側の留学生のことが多くなっていまして、一番上に関しては、日本語と英語の情報がスライドに混在していて、非常に分かりにくかったというふうに言ってまして、まあ他留学生の方なんですけどね、スライドがスピードが非常に速くてついていけるかとか、まあ、スライドの文字を中止してしまっていた、接続詞を大事にしすぎるとか、まあ、あとスライド以外に先生が言ったことが大事だったか分からなかったで、まあ、先生の発音意図が分かってたというようなことが詳細に、まあ、出てきております。注意しております。ということで、研究もそうなんですけども、も教育実践の方の電子とデジタルっていうのが、使える、まあ、有効なんじゃないかなと今思っているところです。まあ、このようにして、まあ、研究や教育実践において問題分析を続けまして、まあ、効果的な研究活動を開始していきたいと思っています。まあ、日本語の方ではですね、なかなかビデオコンテンツがビリカンというトレーニングが出ていませんので、そういうものを考えます。プラス、まあ、先ほどあのスライドがスピードが速すぎるとか、そういうようなことがありますので、まあ、やはりそういうものも大学教育の方に還元していくことで、より教材開発ができるんじゃないかなと思います。以上です。すみません、ちょっとお場所ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのご講演につきまして、ご質問、ご意見、ご質問がありましたら、まあ、挙手をお願いいたします。メラソーキングセンターの道です。ありがとうございました。あ、すみません、研究への応用というところで、調査方法で刺激再生法を用いられていると思うんですけれども、はい、そのノートテイキングとフォローアップインタビューの間にどれくらいの時間がいたかというのが気になっていて、というのはその空いた時間によってかなりプロセスのデータの質が変わってくると思うんですが、はい、そのあたりについて、はい、直後です。直後です。撮った後すぐです。1分ぐらい、パソコンに取り込む時間は20秒ぐらいなので、その後すぐやってますので、はい、はい、はい、ありがとうございました。あ、じゃあ、ちょっともう一件よろしくお願いします。詳細な報告ありがとうございました。私など外国人として留学した際に、初めのうちはノートテイキングがほとんどできないような状態で、1年ぐらいやっぱりノートテイキング、完璧な先生の講義の再現ができるようなノートテイキングの仕方っていうのは、ノンネイティブだと1年ぐらいかかったような気もするんですけど、途中から、自分のためには漢字をメタ認知みたいな感じで使う方が内容理解がうまくいったような記憶もあったり、からネイティブスピーカーの方々はノート経験があんまりしないで、日本人は割と視覚情報が重要になると思うんですけど、聞き取りだけでかなり理解するタイプの方もいるっていうふうに、英語教育の方ではそういう研究結果がいろいろ出てるんです。そうですね、はい、ちなみに私の研究では上級になればなるほど、まあ文字を見ないっていうふうに英語研究で分かったんですけども、実際のところ上級になっても、まあ留学生第二言語で共有している人はやはり文字を非常に重視して確認をしているがために、まあ、他の
かで、なんか先生のジェスチャーとかですね、そういう別の動きに関しては見られなくなってしまって、そのためにあの先生とのインタラクションとかコミュニケーションで、まあ、本当だったら得られていた情報が得られなくなっていたりとか、いろいろあります。もちろん留学生の中でも全くノートを取らずに理解できたというふうに言っている人もいますので、まあ、人によって違うんですけれども、まあ、あの一応研究結果としてはやはり文字を大事にしすぎていて、他が聞き取れない、聴解がおろそかになっていたりというようなケースが非常にありました。はい、ありがとうございました。時間が来ておりますので、ちょっとかなり学術的な内容が入ってまして、これから長く続きます。続きは懇親会の方で、お願いしたいと思います。ありがとうございました。拍手でお願いします。続きまして、小学学術院教授佐々木義堂先生に iPad プラスノートアプリプラス Wi-Fi の電子黒板活用、双方向に使えて記録も残ると出しましてご講演をいただきます。佐々木先生、よろしくお願いいたします。拍手でお願いします。小学学術院 の、 あの主には会計研究科に所属しております、佐々木と申します。まあ、実はこれと同じことを前に私カフェでもお話ししたんですけど、まあ、ほぼ同じ内容のことを、まあ、だいぶ前ですけど話させていただきたいと思います。それで、まあ、僕は別にそのこういった教育の専門家でもないんですけど、まあ、必要は発明の母といいますか、そのちょうど2008年の日に、実は2008年の年末に大怪我しまして、1ヶ月ぐらい実は大手術して入院したことがありまして、今でも腕が実はここまでしかないんですね。でそういうことがあって、実は黒板とか白板を使えなくなっちゃったんです。上まで届きませんので、それでどうしようかっていうんで、最初パワーポイントを使って授業をやったんですけど、これ当時の PC とかパワーポイントだと、まあ、手書きでの追加的な書き込みとか非常にやりづらかったで困ってしまった。でいろいろ探してみましたら、GoodNotes4 というアプリが、iOS 用でありまして、でこれで授業を始めるようになりました。でこれはいろいろメリットありまして、黒板よりはるかにいいなと思うのは、やっぱ黒板というのは消えてなくなってしまうんですけども、まあ、記録は残るとか、それから授業が終わってから先生がさっきのこれなんですけどどうなんですかって質問に来る学生なんかにも過去にたどって説明ができるとか、いろいろメリットがあります。でただその一方で双方向的でないっていうのが難点でありますね。こっちから一方的に喋るのはいいんですけれども、やっぱ学生から の、 リアクションがなかなかこれだけでは取れない。でそれは特に座学の授業ではまだいいんですけど、やっぱりゼミなんかだとちょっと困るなということで、まあ、そこら辺がまず、やってて問題でございました。でそれからそうですね、それで、まあ、ちょっとここら辺こんな感じでやってるかって写真を撮っていきますけど、まあ、PDF で僕はスライドを作って、そこにこう投影して書き込んでいくのもあるし、逆に本当に黒板にやるみたいに白紙の紙にこうどんどん字を書いていくというようなやり方もあります。まあ、ケースバイケースでやってるんですね。で、なんか双方向性が欲しいなというのがありまして、それで、まあ、これ今いろんな航空会社で使うようになってるんですけども、多分ユナイテッドあたりが最初じゃないかなと思うんですけれども、まあ、会社もこの前ちょっと大きな問題を起こしてなので僕は実は結構嫌いじゃない会社でありまして、で、まあ、ユナイテッドの飛行機よく乗ってると、まあ、特に僕スキューバダイビングやるんで、グアムの先のマイクロネシアとか、まあ、普通の人は旅行しないようなところに行くわけですね。そうするとこれ飛行機が古い機材なわけです。そうするといわゆる機内のエンターテインメントのシステムっていうのがもう座席も古いものがないんですね。でそれでユナイテッドはどうしたかっていうと、機内に Wi-Fi 飛ばして、各自の iPad とか iPhone でオンデマンドで映画を見なさいというシステムを使ってで、これとっても賢いやり方で、まあ、要するに実際にこれ古い機材で椅子交換したりしてディスプレイ作れようとしたら相当なコストがかかるわけで、まあ、Wi-Fi の送信機1個置いとけばいいということで、非常にうまいやり方だなと。でふと思ったのは、これ大学でもできないのかなと。
で、まあ、基本的な考え方としてそのとにかくあんまりハードウェアにもこれから頼る時代ではないんじゃないかと。で早稲田でも実はその新しい建物ができるたんびにあのお金かけていろんな教育機器が導入され昔ですとあの OHP だとか書画カメラだとかそれから今でも教室になんかパソコンが置いてあったりとかでも誰ももう使う人いないわけですね。でところが建てる時にはあのまだ大学もあの一生懸命お金かけてやるんだけどじゃあそれリニューアルするかっていうとやらないとそうすると結局なんかあのいろんな新しい最近 の14号館とか11号館なんか見てもあのたくさんいろんな機器あるけど誰も使ってないというそういう状況があってやっぱり Wi-Fi とタブレットを使うと結構いろんなことができるぞというのでこれの方が合理的じゃないかという気がしてきたわけです。これはまあユナイテッド その自分たちのエンターテインメントシステムの広告です、まあ、ちょっと入れてみました。でそれをまあやりたいっていうのがで特にあの困るのがやっぱ先ほど言いましたようにあの一方的なこういう喋りだけでなくて双方向的に、ゼミなんかをやるときに何とかできないかなっていうのがありましてつまり条件としてやっぱりその記録とか後戻りができるっていうのはこれは別に先ほどのノート、グッドノートでも OK なんですけれどもやっぱりゼミの場合はみんなが同時にこう書き込めるということがとても必要で特に僕の場合実はあの研究者を養成する方はあの松井さんと一緒であの理工の数学を推す専攻の方にも席を置いてましてでそっちの学生たちを、まあ、育ってるわけですけどもやっぱり数学的な話だとこう例えば論文を学生が大学院生がこう書いてる途中でも、まあ、途中で報告すると、まあ、あのいやそこはこういうふうに処理直した方がいいとかいろんな話なんかがあってで昔は黒板の上でお互いがこうやってると黒板消えてなくなっちゃうということで、でなんとかこうみんながお互い同時に書き込んでそれがこう他の人の画面にも出るような自動書記みたいなものが起きるようなそういうアプリがないかなと思っていろいろ探してました。でしかもそれを Wi-Fi の環境の中で使えればいいなと探してたんですけど、で、まあ、3つぐらいちょっと候補があったんですけれども結果的に僕は一番使いやすくてしかもコスト面でもメリットがあるのはこのメタ文字シェアというやつでありまして結局これを、まあ、実は今日も今まであの理工の方で授業をあのゼミをやってあの早めに僕は退出してこっちに来てるんですけどもずっとあのゼミがこれを使ってやってます。でこれどういうアプリかっていうとあの同じ Wi-Fi 大抵こういうなんかお互いにこう画面をシェアするアプリっていうのは同じ Wi-Fi の中にいなきゃいけないとかいくつかこう技術的な制約があったりすることがあるんですけど実はこのメタバースシェアっていうのはネットにさえつながっていれば例えば日本とアメリカの間でも実は日本で書き込むとアメリカでこう字が出てくるというようなことが可能なんですね。だからこれ実は授業だけじゃなくて例えば共同研究だとかあの極端なこと言ってアメリカで研究発表してもらってスカイプとメタ文字使って日本でディスプレイに移してセミナーを開くとか実はそんなこともそれからあの授業をあの例えば先生が海外に出張中なんかにゼミやりたいと思ったら実はそういうやり方もできたりして非常にこれ便利なアプリです。で、だからまあこれを使えばいいだろうということ で基本的にはやっぱ PDF ファイルとあと白いページなんかがあのこう出てくるんですね。でそれでゼミをやるようになりました。でまあここに書きましたようにとにかくみんなが同時に書き込むことができる。あこれは今言ったのかごめんなさい。それでメタ文字を使いました。でまあちょっとあの僕のゼミの話を簡単にしておきますとまああの会議点は僕のなんとなく切り分けとしては外的にどちらかというと、まあ、即戦力社会に出てをあの学生にあの身につけてもらうための場で、であの理工の方はどちらかというと学者とかあるいは、まあ、全員が学者になるわけでもないんですけども基本的には学者を目指しているに近い人たちを育てると。だから基本的にただまあ、 あの僕自身が博士号を出したケースもいくつかありますけども、あの今はもう大抵は僕は推薦状書いてあのアメリカの博士課程にあの食い込んでしまうと、それは僕自身がやってきた道なんですけど、そういう格好でやって、今年も実は一人あのアメリカの博士課程にあのかなり高額な奨学金をもらって、実は5つぐらいの学校から入学許可が出てるんで
さんのところに動かっていけないなと思っているんですけど、そんな感じでやってます。でだからこれは結構学術的にやらなきゃいけなくて、特に今アメリカの大学にの、理由とかはちょっと違いますから、高くやるためには結構ちゃんとした推薦状も大事なんですけども、ちゃんとした論文を書いてないとまず合格させてくれなくて、まあ、博士論文のワンチャプターにもうそのまま使えるぐらいの論文を書かなきゃいけないんで、そういう時にやっぱり実はこれ使って一緒にディスカッションしていくっていうのはとても有効であります。で、まあ理工の場合というか数学を数だけの固有の問題かもしれませんけど、実験実習費が結構降りてきますんで、実はタブレットはその実験実習費でやってるというそういう状態であります。それでまあこれちょっと写真をいくつかやってきますけど、まあ、基本的にその、報告者は一応そのこれメタボジの画面なんですけども、これをこうディスプレイに投影していくと。でだけども僕らは同じ画面をずっとまあ、ここら辺がそういう感じですけども、同じ画面を実はみんな見てて、それでApple Pencilとかそういうものでこうどんどんコメントなんかがあれば、あるいはちょっとそこの証明間違ってるよとか言うと線引っ張ってこう代わりに書いてしまうとか、なんかそんなような感じで、今日も実はちょっと学部の学生が報告してた定理の証明がちょっと穴があったんで、みんなでワイワイガヤガヤ言いながらそこで完成させてたんですけども、まあ、そんなような感じでやっていくということです。これは去年の学生ですね。それで、こんな感じの去年はなんかこれ別に行くのかな、なんかのあれで、まあ、なんか学生がこういうスライドを準備してきて、であと、まあ、発表の時にいろいろあるのでこうではないと言って、こうお互いにこれ必ずしもその本人が書いた字ではなくて、いろんな人が書いてるんです。だからまあちょっと白い紙を追加してそこになんか絵を描いていくとか、なんかそんな感じです。でこれは今日ですね、やりたてのゼミのでちょうど2時か3時ぐらいに学生が描いてるのはそのまま写真に撮って描いてきたんですけど、まあこういうスライドは学生が自分で、ビーマーですか、テクの、アプリを使って用意して、でそれにこうまあ本人がちょっと図表を足したりとか、あるいはちょっとすごい違うね直したりとか、なんかそんな感じでやってます。これも今日ですかね。これはなんかでもうちょっといろいろ証明に問題が出てきたんで、もう白い紙出してもう一回ゼロからやろうよとでやり始めたという、そんなような感じです。ですからまあゼミの進め方としましては、今申し上げたことをまあ文章に要約しておきますと、まあ基本的に発表者はそのテクスの、まあ、日本の人なんかテフという人が多いですけど、BMAR というプレゼンテーション用のあれを使って PDF ファイルを作ると。でそれを Google ドライブの共有フォルダーに保存しておきます。そうすると僕がその PDF のそのシェアファイルという、これが結局メタボジシェアのいいところっていうのは、一人だけがその有料会員にならなきゃいけないんですね。年間3000円ぐらいの会費ですけど、であとは無料アプリで対応できて、そのシェアファイルを作る権利を獲得するのは年間3000円ぐらいなんですけど、それはまあ僕だけが確保してます。そうすると僕が学生に言われてシェアファイルを作って、それをまた Google ドライブに上げておくと、みんながそれを共有すると、実はその先ほどみたいな感じで同じ画面が同時にターゲットのウェブ展開されて、そこに誰かが書くと全部が同時に見れる。でそれもちろん記録も残ってますし、 PDF にもなるという格好で、それでまあ全部も始める、こんなような感じでやってます。それでこれはちょっと後で報道見に行きましょう。なんか今日の後々は公開するといってあまり大学批判みたいなのがあるとあれなんですけど、実は早稲田の Wi-Fi 環境はとても悪いよとでもっと実は僕は少なくとも理工 と、ここのキャンパスしか知らないんですけど、両方なかなか Wi-Fi 良くないので、ぜひ田島先生もいらっしゃるのでそこら辺も改善していただきたい、そういう話です。でまあこういうやり方でずっとやってきてます。それでまあいくつかこれは使い道があるかなというふうに思ってます。で、まあ、一つは実はこの前アデの時も
分かってカフェでも行ったんですけども、やっぱハンディキャップを持った学生とか教員に対してどう大学が支援していくかっていうのは、これがとても大事な、まあ今でもそうですけど課題だと思うんですけども、やっぱり ICT をうまく使うと実はそういう学生に対して のいろんなケアが可能になると思うんですね。だから例えば僕自身もその右腕が不自由になったってことでタブレットを使うようになったわけですけども、まあ、例えばノートテイキングの支援なんかにもひょっとしたら、まあ、他の学生は自分でノート取りなさいと、でもハンディ持ってる学生はそれを PDF にして教員が渡すとか、そういう形でかなり軽減させることができるかもしれませんし、それから例えば今僕はもう新しいもの好きなんで、このエアポッドというこの、ヘッドホンを持ってるんですけど、これ実は大変なハイテクでありまして、補聴器の技術を使ってるんですよね。人間の頭の中は水が多いんで実は無線が通らないんで、そこのところを電磁誘導でこうやってるからかなり生えてる。だけど例えばこういうものもうまく将来的に活用すれば、例えば耳の不自由な学生さんなんかはそれをこう持ってちょっと音を大きくして授業が聞けるとか、そういうことも可能になるかもしれないんで、やっぱりここら辺のハンディキャップを持った学生や教員がより住みやすくなる環境を作るというためには ICT が使えるんじゃないかと。それから、まあ、あと僕らも実は今ちょっと大きな共同研究をやろうというんで、いろんな人とうろちょろしてるんですけども、まあ、やっぱり国際的あるいは国内でもいろんなところとの共同研究者なんかとの、まあ、打ち合わせだとかそういうのにはこのシステムは使いやすいということですね。それから、まあ、そのようなことにも実は単に授業を超えて使えますと。それからあと実はこれこの前僕が中心になってブロックチェーン、最近ちょっといろいろブロックチェーンのとか最近の金融とかネットワーク関係のいろんなことに関心を持ってまして、特に今ブロックチェーンの話が面白いので、ね、ちょうど先々週ですか、土曜日に産経のアカデミックフォーラムっていうのでこのブロックチェーンのシンポジウムをやったんですけれども、まあ、それはともかくとして、実はこの最後にパネルディスカッションをやりまして、で、まあ、僕が司会者になってこの日の報告者5人ぐらい4人ぐらいかといろんな議論をしたんですけど、実はちょっとそこの写真を持ってこなかったんですけど、そこで先ほどのメタ文字の今度はクラスルームってやつを使いました。でこれ2つあって、メタ文字シェアっていうのは基本的に全員が対等な関係にあるんで、特に誰が先生役ってことはないんです。だからゼミなんかは僕は多分それがいいと思います。でただクラスルームっていうのはいわばその先生と学生というのが分かるって、先生は常にこういろんな画面をコントロールするけど、学生の方はちょっと自由度が遅いと。でそれを使って実はその各そのパネリストの人に例えばいくつか質問をすると、ちょうどクイズ番組なんかでこう手書きで答えを書いてもらう、それで用意どんでこう見せると、でそれをベースにして議論をするとか、結構そんなのに使ったりしました、はい、ですからいろいろ使い道があるかと思いますんで、まあ夢は広がっていくなというふうに思っております。ちょっとオーバーして申し訳ございません。以上でございます。どうもありがとうございます。佐々木先生ありがとうございました。時間が押しておりますので、もしご質問されたい方がいましたら一例挙手をお願いしたいと思います。ちょっと長くなってしまいましたので、これでじゃあ終わりにしたいと思います。改めて拍手をお願いいたします。続きまして、これが最後の発表となります。政治経済学学術院准教授栗崎周平先生より、はい、コースナビを使った総合採点、和製ポチのチャット活用など独自の方法で ICT ツールを活かすと題しましてご講演いただきます。先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。拍手でお願いいたします。皆さんこんにちは。栗崎周平です。政治経済学術院から来ました政治学者です。もう時間がないので挨拶を省略させていただきます。じゃあ僕どういうことをやってるのかということを、まず、基本的なフィロソフィーのところから始めます。まず問題意識としては ICT を何で使おうかということを考えたところですね。やはりまず我々この高等教育機関としても何がすべきかということで、まず教員側としては
まず教員が一流研究者として一流であるということが一つの大事な商品であると。でそれがまず一つ。また他方で学生さんにとってはやはり世界一流の大学の新入生が来ている構図は確かなんですけれども、彼らが4年を経る中でその世界的な競争力をそのまま維持できると、そういうような教育を彼らは得なければいけないということですね。ただしなんですけれども、制約条件がやはり日本の大学環境には多いなと。前任校は私は国営だったので、そういう観点で日本の大学の特徴というのを考えるとどういうことかなということを考えると、まず教員としましては一流研究者にならなければいけないんですけれども、特に私学ですね、授業負担が多いと。鳴らして言うと大体僕の場合ですと週に7コマ、あると。でまたマスプロですから、でもこれはビジネスモデルとしてあるのでこれは変えられないと。でこれも制約条件として大規模教室で講義を行わなければいけないと。でさらにですね、もっとこれ大事なところだと思うんですけれども、勉強しない日本の大学生みたいなことを、聞くことあるかと思うんですけれども、僕の感想、これデータポイント一つしかないので何もエビデンスはないんですけれども、僕の感覚で言えば勉強できない日本の大学制度というのがまずあるんだろうと。でその限られた制約の条件の中で何をやろうかというのが、これが基本的に問題意識です。じゃあその大きな戦略としては何を考えるか、つまり学生に学習機会を提供すると同時に我々教員も授業のですね、負担を軽減すると。ただしクオリティは下げられない。でその時に、よく話して聞くのがアクティブラーニングであると。でアクティブラーニングについて僕は特に何も読んだりとかしたことはないんですけれども、僕自身の考え、あるいは前任校ではなく普段教員同士話していたこと、などを総合すると、要するに教育とか研究にですね、学生を参画させていこうと。で研究への参画っていうのは、これ日本の大学のいい制度だったと思うんですけれども、理系のような研究室の制度がある程度文系の方でも自主的に行われていると。教育学研究室の先生方の今日の話もあったと思うんですけれども、ここはさまざまな形で研究への参画ってことは学生がアクティブにラーニングする機会があるし達成できていると。じゃあもう一つの方、教育自体にも参画できないかってことを考えるわけですね、学生が。で一つには効率的な学習方法として、教える作業っていうものにも関わることができない。つまり学習方法で、僕自身の経験もこれもエビデンスとかにあるわけじゃないんですけれども、学生が一番僕自身が学ぶときに一番役に立つのは教える作業っていうことこそ、私自身が何かを学ぶときの一番いい方法なんですね。なので教えすぎないことがやはり重要だっていうのが、これ FD の中でも時たま出てくることだとは思うんですけれども、ファカルティデベロップメントの中で教えすぎないこと重要、これは今日の先生方のお話でも何回か出てきましたね。で究極なので、これを推し進めると究極の目標は教員が教えない、逆に学生が教えるような授業があってもいいんじゃないかと。ただそこに到達するにはさまざまなステップがあると思うんですね。でそれからもう一つ可能なことは、学生をお互いに学び合う、これも今日の先生方のお話の中で出てきました。なのでいろいろメリットはあると思うんですけれども、教員以外の複数のインプットがあるだとか、多角的な意見を見ることができる、あるいは批判に対しての、体制を獲得していく、あるいは優秀なピア同様の学生ですねから仕事を優秀な仕事を模倣していくと、技術のということですね。それから大規模講義なので、そこにおける学生間の議論の仕組みというものも作っていかなきゃいけないだろうと。つまり私もその、大規模講義の中にいると、やはり匿名性を帯びていると学生は思うんですけれども、そうではなくて一人一人が主役になれる思わなければ、そのような監視管制がなければ、教育への参加が難しいだろうと。じゃあその中でどのようなソリューションを私は作っている、今までちょっと 大規模教室というお話もしましたけれども、いくつか分けることができるので、今実際に自分が行っていることはこう5つにあるんですね。まずは ICT を利用した総合採点エッセイの課題という具体的なソリューションを今走らせています。で今日これは詳しくお話します。で大規模教室において予行スナビはそこでは ICT という意味では使用しています。それから基礎ゼミ、これは1年生用の導入のゼミなんですけれども、そこではデジタルペーパーですね、活用させていただいて、ダイソー系さん、それからソニーさんに協力いただいて、それを用いた総合採点室の課題を課していると。
それから他には授業に参画するという意味では絵の ICT の利用では一つにはワセポチですねを利用している。それから4番目としてはコースナビより使用したオンデマンドの講義と反転授業、まあ、これうまくいってるかどうか別として、まあ、試みとしてやってる。それからゼミにおいてワイディア、それからビジョンプレゼンターなどを使ってっていう、まあ、話なんですけれども、いくつかあるんですけれども、今日お話しするのは、特に1、3、4に該当するところですね。はい、さてじゃあ相互採点、戻ります。相互採点、大規模教室においてコースナビを用いてどういうふうに相互採点を行っているかというお話を今からします。ですね、まず講義の概要からお話しします。どういうような環境の下でやっているかということ、これは政経の学部で特に2年生3年生が取る選択実習の授業でして、国際政治学です。で4単位ですね、春学期に4単位、つまり週に2回、2コマの授業です。で履修登録今年度は275名です。で15週のうち11週間を教室での、まあ、一般的な伝統的な講義を行います。でそれから4週間ではオンデマンド講義を、を使いまして、で学生さんは講義に出てこなくていいわけですよね。でタブレット等であるスマホで、見ていただいて、授業を視聴していただいて、その代わりその授業時間を使って反転授業、つまりそこでは、まあそのオンデマンド講義の中、特にその中では4つありまして、1つの週は戦争原理3つのモデル、第2週国内政治と国際紛争、通常抑止と核抑止モデル、それから同盟と安全保障という内容なんですけれども、基本的に僕も応用ゲーム理論というか、ゲーム理論を用いて の基本的なまず理論モデルを提示する作業なんですね。そこをオンデマンドしているので、そのような基本的な理論モデル、あるいは実証的な知見をベースにして、じゃあ例えば北朝鮮がなんでこのようなことをしているのかというようなディスカッションをするというのが反転授業なんですね。さてさてなんですけれども、でその中で課題があります。で課題なんですけれども、この授業の中では、相互採点エッセイの課題が、5回エッセイを書かなければいけないんですね。でそのうち4つは、オンデマンド講義についての論述試験に相当するようなものである。でオンデマンド講義の内容理解を確認するということですね。でなのでこちらが私が問題を提示します。でそれに回答していく形ですね。でそれは、800字から1000字を毎回学生を出します。でこれ実施期間なんですけれども、5月中旬なので実は今やってるんですね。中旬から 6月上旬、毎週1編を、書くと、学生はヒーヒーってやるわけですね。でエッセイ提出後、しかし相互採点なので毎回他の学生の2編を2つのエッセイを採点していくということですね。でそれからあと、まあ、それを4回繰り返しまして、後に今度は学生さんが中間テストから解放され、それから期末試験で忙しくなる前の期間に、今度政策分析エッセイと私が呼んでいるものがありまして、それはフォーリンアフェアーズという外交に関する、まあ政策の論評雑誌なんですね。でそこから各自が論考を選択して、授業で学んだ理論モデルだとか実証的知見を用いて、さらにそれを批評しようということを、が課題です。でこれは分量が多くてですね、2000字から3000字なので、A4 ですと2、3枚ですかですね。もうちょっといこうかです。でそのような心、まずこれが課題の概要ですね。でこれがオンデマンド講義なんですけれども、オンデマンド講義は先ほど先生方が授業中で収録されたことをアップロードされていることが非常に似ています。でこれ2年前3年前になりますね、JMOOC で講義させていただきまして、でそこ の, 素材をそのまま流用していますということです。でこれも合わせてコースチャンネルに今乗っかっているものですね。でコースナビを使うので、基本的にコースナビ上で何でもしようと、学生さんにとってはいろいろあちこち行くと、どこで情報を取ればいいのかって素晴らしい学生さんにちょっと分からなくなるだろうということなので、コースナビに全部入れています。なので先ほどオンデマンドもどこに置いてあるか僕は実は分からないんですけれども、リンクは貼っていくことができるんですね、ここから。なのでこの、オンデマンド講義第1回のところに
あの学生さんが開けると、僕ちょっと写真持ってなくて申し訳ないんですけれども、あの大体10分から15分くらいのセグメントに分かれた講義が出てます。はい、で、まあ、同じようにそれをそうするとオンデマンド講義1回目に対応したのは相互採点性をここに提出し、それから相互採点、お互いの採点表をここに、提出しなどをしていきます。じゃあフローはこういう感じですか。ありました写真。あのこういう形でオンデマンドコーディングセグメントにどんどん分かれていくわけですよね。基本的なアイディアとしては、電車に乗っている間にあの読める、あの聞くことができるだろうというのが発想ですね。はい、なので、あの、講義の内容も、コンパートメントを作っていくという感じですね。さて、でこれが課題のフローです。で基本的にあの論述エッセイ、あのオンデマンド講義に対する論述エッセイと政策分析エッセイ、ちょっと違うところがあるのでなんですけれども、大体は同じでして、最初にオンデマンド講義を主張する、あるいはフォーリンアフェアーズの論文を読んで分析する、でそれを受けて、例えば1週間のサイクルでこれやらなきゃいけないので自分のエッセイを提出します。そうすると、火、水、木と、3日しかないんですが、他の受講者の、エッセイを2編、採点しています。そうするとあの提出した側からすれば、あのその間に自分のエッセイがあの評価されているわけですよね。でそれが今度返ってきます。返ってきたものを見て、今度は採点者の評価を行う、あるいは政策分析エッセイですと、自分他の人を批評した後にその目でもって自分のエッセイをあの自己採点するっていう、まあ、そこであの、まあ、いろいろ、見出してもらいたいという発想ですね。で作業フロー、受講者の作業フローは、ちょっと時間がないですし、ここでいっぱい書き込んだのは資料として皆さんの手元に残ればなと思ったので置いておきました。なので基本的なあのざっくりとした説明をもうさっきのところでいいと思うんですけれども、あの今度こちらは、教員側の運用フローですね、もう一応書いておきました。なのであのそれぞれにおいてやらなきゃいけないことがあるですけれども、じゃあ要点は何か。他の受講者2名のエッセイ採点をしなければ、提出したエッセイ、自分があのエッセイを書いたとしても、提出したとしても、その点数はあの採点に参加しない限りはつきません。0点になります。でエッセイは論述式の方は閉じた答えがあるバージョンなので、そうすると僕の方は小ルーブリックスという、まあ、詳細に採点基準と項目ごとの解説をつけていくわけです。で限定の場合はコメント欄につけ、あのコメントをつけなければいけないなどがあります。で、まあ、あのちょっと時間は足りないのでちょっと飛ばしていきますけれども、疑問点がやっぱりこういうの出てきます。受講者が採点するんじゃない、よく出てくるのは正確性に欠けるんではないかと。でだけれどもなんですね、あの受講者有能なのでさらに可能性も秘めている。ただそれ担当教員がどうの、もちろんそれあのちょっと分析してみるんですね。基本的に変わりません。僕が採点しようが何だろうが。それから、ただし採点者間での評価の大きな乖離など、怪しいというところは我々があのもう目視して内容吟味していきます。それは学生には伝わらないんですけれども。でそれから公平性の問題があるんですけれども、それは私が例えば250のエッセイを毎週採点したら公平なのか。そんなの絶対ありませんから。ということですね。世の中はどうせ公平ではないので、特に国際政治のような答えのないところではそうなので、議論をあの出しているというところが大事であると。それから受講者への負担が大きいんじゃないのかって話なんですけれども、これは4対を前提としてあのデザインでは可能であろうと。ちょっとあと残り1分なので、効果について、受講者間での原始的な議論などがさまざまできると。それから採点しなければいけないので、学びのプロセスとしては、そこが学生さ評価を受けるよりも評価する方が一番学習効果がやっぱりあるなと僕は実感で感じます。でオンデマンドの講義繰り返しやっぱり皆さん見てるんですね。じゃあそれは履歴であの見ること確認することができます。ただあの負担は大きいんですけれども、満足度は高いと。あのこれはあの大学には存在しないはずのマイルストーンっていう学生のこういうのがありまして、一応政経の人気授業で2位であると。だから学生さんには受け入れられている。毎回の提出率は 90% 超えで、直近で言うと 96%、 だから275人の登録で9人しか出せなかった人がいないというので、あのいいんじゃないのかというふうに考えています。で他大学からの参加も最近あのあるのでということですね。で、時間がオーバーしてるんですけれども、 ICT ということなのでちょっと改善点をあの要望ですね出しておきます。
基本的にこれ負荷が運営側も大変なので、これがICT で自動化できるといいんですね。なのでEDEXさん の基本的な仕組みを踏襲しているので、EDEXさんの、オープンソースなので、なぜコースされていけないのかですね。今は手動でやっているということです。それから担当給与の初期投資が問題になるんですけれども、ただそこは大総研さんなどが、例えばこのノウハウをこれを通してパッケージ化していただければ、大教室であっても学生がアクティブに授業をし、しかも負担が教員にはそれほどいかないことにはなるんじゃないのかというふうに考えています。ということで、このワセポチの方は大したことないので省略させていただきます。時間になりましたので、これで終了します。ありがとうございました。杉田先生、ありがとうございました。時間が押しておりますけれども、もし質問がありましたらば、ご意見、お受けいたします。じゃあこの人ですけど、一応大総研の方でもピアレビューに関しましては、一応事件を進めて、またよろしくお願いします。ありがとうございました。拍手でお願いします。続きまして、第5回早稲田 e-teaching award の表彰式を取り行います。お名前をお呼びしましたらば、会場前方にお越しくださいますようよろしくお願いいたします。審査委員会にて最も優れた評価を得た事例に贈られる早稲田 e-teaching award大賞を大学総合研究センター所長橋本修司先生より発表いただきます。よろしくお願いいたします。拍手でお願いします。今年の大賞はですね、政治経済学術院の藤崎修平先生。最初の藤崎先生に、大学総合研究センター所長の橋本修司先生より表彰状およびトロフィー授与を行います。橋本先生、お願いいたします。はい、表彰状、第5回早稲田 e-teaching award 大賞、政治経済学術院藤崎修平殿、科目名国際政治学、貴殿は本学の授業において ICT を効果的に活用し、高い教育成果を上げられました。その功績を称え、これを仕事いたします。2017年5月23日、早稲田大学大学総合研究センター所長、橋本修司です。おめでとうございます。ありがとうございですけれども、よろしいでしょうか。マイクの方をちょっとお持ちいただければと思います。ありがとうございます。プレゼンも挨拶もせずに時間内に終わらせ
終わらすことができ申し訳ありませんでした。しかも今日僕だけラフな格好で実はですね、センター長 の長間さんに今日お会いしまして、フォルネリカって話、一応ジャケットは研究室にあるんですけれども、着なくていいって話だったので長間さんのただこの、今回なんですけれども、一応やはり、何でしょう、こういう、やはり研究力を上げていくことがこの早稲田大学30年後にも存在していることには非常に不可欠だと思うんですけれども、一方で教育内容も高めていかなければいけないということは同僚の中で普段話しているんですね。ただやはり初期投資の話もしましたけれども、そこがなかなか辛いので実現に至っていない。そこでICT あるいは皆様開発あるいはサービス提供させていただいている皆様には、ドラえもんのどこでもドア、どこでもドアじゃない、何でもポケット、何でも資源、無次元ポケットからすごいものを出していただくと、おそらく我々の方でそれを教えていただければ、我々も夢物語で思っているような教育方法を実現できるんじゃないのかと日々思ってますので、今後もご協力、いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。上野先生ありがとうございました。続きまして、上野先生よろしくお願いいたします。前の方にお進みください。はい、イーティーチングアワード法学学人上野達郎と、科目名知的財産法理系と全部以下同部になります。おめでとうございます。ビジネスと確率の数以下となります。おめでとうございます。